い、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、健康で長生きの方はこれを食べていますということでですね、お届けしたいと思います。まあ、人生ね、100年時代って言われててですね、以前よりね、今の方がですね、まあ、長生きしてしまうというかですね、長生きになってしまってるわけなんですね。どうせ長生きするんであれば健康で長生きしたいわけじゃないですか。で、僕もですね、いろんなものを調べていく中で、長生きで健康な方の食べ物をちょっと調べてみたんですね。で、僕もですね、これを実践していこうと思うんですけども、まあ、気になる方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。まあ、健康のイメージというとですね、野菜をたっぷり食べることが何かこう健康であるみたいなイメージがあると思うんですけども、確かにそれも大事なんですね。腸内環境に良くなるということはとてもいいことなんですけども、食物繊維がですね、腸内細菌の善玉菌の餌になって免疫力が上がるということでですね、まあ、野菜っていうのはいいんですが、ただですね、人間はですね、免疫だけ上げてもですね、生きていけないんですよね。しかも若さも保てないんですよ。特にですね、年を取っていくと性ホルモンが減ってきて、そのホルモンの材料がですね、コレステロールなんですね。このコレステロールを含んだ肉も必要になってくるということなんですね。当然ですね、コレステロールっていうのもですね、あまり良くないイメージもありますけども、かといってですね、ゼロではダメなんですね。ゼロになってしまうとですね、この体の生体エネルギーがですね、激減してですね、長生きできなくなってくるんですね。バランスのいい食事のね、取り方も大事なんですけども、コレステロールは悪っていうことをですね、ちょっとやめてほしいと思います。コレステロールもね、必要なものは必要なんでね、そういったですね、解釈の違いをですね、ちょっと僕は書き消したいなと思ってですね、今回コレステロールが大事ということで取り上げさせてもらいました。コレステロールが高いとですね、もう病気になりやすいとかいろいろ言われてますけども、まあ、コレステロールはですね、この細胞膜の主要な構成成分でですね、脳や肝臓、神経組織などに多く含まれてて、また性ホルモンですね、先ほども言いました性ホルモンとか副腎質ホルモンなどのですね、ステロイドホルモンとか胆汁酸とかですね、ビタミン D の原料となってですね、生命維持には欠かせない重要な物質なんですね。まあ、これをですね、知っておきながらコレステロールのことを、もっともっと深く理解していただいてですね、長生きするためには大事なんだということをですね、ちょっと頭の中に入れとってほしいと思うんですけども、とはいえコレステロールが高くなってくるということはですね、非常にまだ体に不具合が生じてしまいますから、そこはですね、バランスよくですね、食べていただけたらと思います。今までね、もう野菜だけとかですね、お肉は食べないという方はですね、ぜひね、そういったちょっと勘違いをね、やめてほしいと思います。またコレステロールのことはですね、もっと深くね、内容として取り上げていきたいと思いますんで、ぜひですね、また楽しみにしておいてください。はい、まあ、これですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はこの炭酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。また使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。